アコール言語学校は1988年にパリに創立されたフランスの高等教育学院である。外国人学生向けにフランス語教育を行い、毎年およそ50の国々から5000人以上の学生が集まる。フランス国民教育省から借りてフランセラングアトレンジェルを授与されており、5つの表情項目すべてで最も多い星を獲得している。校長は フランスはファイファー。グランズ・ブレバズと呼ばれる大通りに位置し、校舎は典型的なバリ様式の建築である。グランズ・ブレバズは、かつての城壁の跡で、長らく、ブール・バール・ジュ・クライムの愛称で呼ばれ、劇団やパブや食堂が立ち並んでいたが、19世紀にジョルジュ・オスマンによって、現在の姿に刷新された。学校の主な目的は、社会生活で直面する。 様々な状況や制約に触れさせることと、すでに母語で習得している、コミュニケーション能力をフランス語に移すための学習戦略を伸ばすことである。文法知識に関しては、ゲームやシミュレーション、対話形式の活動、様々なコミュニケーション場面を通じた多様な演習によってアプローチしていく。ありがとうございます。